Just never change my own way based on my vibe gonna break out now。 皆さんこんにちは、 DMM パチタン専属のコーデーズキです。今回ご紹介する機種はこちら、戦国パチンコ T 岐阜堂々金継ぐと刑事です。皆さんご存知、大人気の花の刑事から前田刑事の爆逆の友である直江兼継の生き様を描いた岐阜堂々。そんな岐阜堂々が一種二種混合のライトミドルスペックで登場です。本期の見どころはなんといっても超爽快なラッシュ、継続率はなんと約 83% です。超ビレー CG と大迫力 3D が織りなす映像美も戦に花を添えてくれます。それではまずは注目のスペックから見ていきましょう。戦国パチンコ T 岐阜堂々金継ぐと刑事はライトミドルの一種二種混合タイプで2つのスペックが登場です。この動画で実践するへそ3個昇級バージョンのスペックはこちら。大当たり確率 199.8 分の1、ラッシュ中の大当たり確率は9分の1、ラッシュ突入率は約 45%、 大注目のラッシュ継続率は約 83% となります。大当たり内訳はご覧の通りです。継続率だけでなく、ラッシュ中は大出玉比率が 52.3% もあるので、出玉にも期待できるスペックとなっています。続いて、へそ1個昇級バージョンのスペックはこちら。大当たり確率 199.8 分の1、ラッシュ中の大当たり確率は 9.14 分の1となります。ラッシュ突入率は約 45% で、ラッシュ継続率は約 82%。大当たり内訳は変わらずご覧の通り。どちらのスペックも出玉に期待ができる高継続タイプとなります。それではゲームフローを紹介します。メインルートは通常時の大当たりから岐阜堂々ボーナスへ、そこからチャンスタイムでラッシュを狙う流れとなります。通常時から天下無双ハイパー岐阜ボーナスに当選した場合はそのままラッシュ突入になります。チャンスタイムからのラッシュ突入期待度は約 45%。 時短1回プラス残保留4個で大当たりを射止めれば見事継続率約 83% のラッシュに突入となります。ここで要注目ポイント、天下無双ハイパー岐阜ボーナス当選時はなんと時短が100回ついてきますので、次回大当たりが濃厚となります。大当たり確率が 199.8 分の1という遊びやすいスペックで、継続率が約 83% というのは嬉しいですね。そして時短が100回ついてくる天下無双ハイパー岐阜ボーナスは大注目の大当たりとなりそうです。それでは早速実践してみたいと思います。さあそれでは早速 P 岐阜堂々打っていきたいと思います。金継ぐを知ることになる。なんともかぶいたものよ。今回は収録ということで 3DS オフにしてるんですけども、もうぜひ皆様遊戯される際は 3D オンでこの映像の迫力を体感していただきたいと思います。通常時注目していただきたいのが4大演出ございます。ニューギンさんなので金色系演出、金色が絡む場絡むほどチャンスということで、あとは最強リーチですね。今季最強リーチの男たちの近いリーチございます。先読みゾーンでも極み友ゾーン、こちらは大チャンスとなっております。さあそしてなんといってもシリーズ伝統といいますか、鉄線キセル、こちらの演出が発生すれば大チャンスとなりますので、4大演出どれか出てくればいいんですけど、大当たり大概絡むのでその辺をお見せできればなと思います。保留変化しましたね。青保留に変化しました。今季3種類しか保留変化の色がございません。青、緑、赤、3種類となっておりますので非常に分かりやすい。なので緑、赤に変わってくれればいいんですけど、男魂が3つ溜まりました。男魂6つ溜めるとって言ってるところで、こっちにケース、チャンスですよ。男魂ランプ6つ溜まると演出をストップすることができてチャンスアップしたりしますので、男魂も溜めてほしい。右下に出てますね、男魂ボタンが
発動ということで、あと2つ欲しいですね。武将系リーチ上から2つ目ですね。あまり信頼度高いものではないんですけど、テロップ赤チャンスアップ、まあ、ここからは発展に期待ですね。発展すれば上位のリーチになります。いけるのか、網取りですね。まあ、ここで男魂が溜まってると発展のチャンスだったんですけど、怪しいかな。残念。まあ、保留も青だったんで次に期待しましょう。通常時複数のステージがあるんですけど、中でもチャンスになるのがどうもりステージと先読みゾーンの友ゾーンですね。でさらに4大エースの一つ極み友ゾーンがありますので、どれかに移動したらチャンスとなります。友ゾーン、あ、保留変わりましたね。友ゾーン、極み友ゾーン絡んでくれるといいんですけど、先読みはないですかね。青保留で、ランプは3つ溜まりました。4つ溜まると男魂ボタンが起動です。あ、来ましたね、赤アクガラ。あー、こんにき来ました。保留が緑、我らもののふなり、七にこそ誉れあり。1文字来ましたね。リーチロゴも出ました。来ました、これですよ。決戦キセル演出です。4大エースの一つになります。かっこいい。ここからのリーチに最強リーチ見たいですね。どうせなら男たちの近いリーチが見たいところですけど、あ、ストーリーリーチ、金継ぐと刑事はストーリーリーチの中でも一番期待が持てるリーチです。タイトル黒だったんですけど赤もあるので、赤だとチャンスアップですね。あとはテロップ、あ、白ですね。浜に咲いておった、男魂ランプとかが溜まってたりするとチャンスアップを放出したりするんですけど、この戦一気に蹴りをつけねばならない。金継ぐ刑事カットインが入ったりとかすると、さらにチャンスアップですね。それが手前の義でござる。そんな友と共に死んでやるのがわしの気じゃ。上に、上より我ら。カットインはなしですけど、赤き勇とな、あ、赤文字になりましたね。お願いします。あ、当たりました。これより我ら世話に入る。かっこいい。はい、ということで見事大当たりとなりました。へそでの大当たり 99% が4ラウンド岐阜堂々ボーナス、 1% だけ10ラウンド、しかも時短100回つく天下無双ハイパー岐阜ボーナスがございます。問答無用でラッシュも入りますので、岐阜堂々ボーナスだった場合は大当たり後にチャンスタイムです。チャンスモード突入、5回転以内に大当たりすればラッシュ突入、失敗すれば通常モード転落。時短1回プラス残保留4つ、計5回で9分の1を引くというゲーム性ですね。で、岐阜堂々チャンス2種類あるんですけど、今回は岐阜堂々チャンスでいきたいと思います。岐阜堂々チャンス、5回のうちに9分の1を引けるかいきたいと思います。アナウンスに従っていただいて、右打ちアナウンスが出たら右打ちを。連
チホリ4つ溜まってれば問題ないんですけど、ボタンプッシュでチャンスアップとかも見れたりしますんで、よいしょ。あーちょっと大丈夫かな、青と白しかない。あーさあチャンスですね。で巻物ストックもあります。この右下にある巻物なんですけど、複数ストックすることもあって、でチャンスアップをしてくれます。開いた時に何が出るかですけどね、金とか見たかったんですけどね。あーかもしれない、ここで使っちゃう。イサボンテンとティロナのもとにロゴ落下しますね。白、赤の方がチャンスです。文字も赤だったんでチャンスアップあるのに、ちょっと巻物もうないですね。残り4回。でこのキャラクターは関係ないんですよ。キャラクターは関係なくて背景の周りの色ですね。でこれ青なんで弱いです。でここの文字の色、赤だとチャンス。でロゴ、落下、赤、白あります。で最後のボタン、チャンスアップないな。あ次赤なんでここに期待しましょう。残り3回。あの日誓ったあの約束、赤文字で、なんとロゴは、あーありますね、赤で、赤、フラッシュもありますか。あ白か、まあでも赤なんて信じない。よし、OK です。はい、で大当たりかつラッシュ突入になります。 45% 突破しました。大当たりの後すぐに V 入賞のアナウンスが出るので、右打ちをして V 入賞させてください。その絶対させないと損するので、 V 入賞だけは絶対にお願いします。でこの後ボーナスの種類の告知があります。ハイパー岐阜ボーナスということで、実質9ラウンドの大当たりです。天下無双ハイパー岐阜ボーナスが振り分け 10% なんですけど、時短が100回プラス残保留の4つなんで104回で9分の1と、まあ濃厚ですよね。なのでそこをぜひ見せたいんですけど、でここからはラッシュなので時短10回プラス残保留4つで9分の1を引くと、14回中で9分の1を引ければいいので、ラッシュ中は3つのモードから演出を選べます。この後に選べますね。戦ラッシュ、一騎打ちラッシュ、技根ラッシュあるので順番に見ていきたいと思います。まずは戦ラッシュから。戦ラッシュ突入。縄文突破をメインにした演出になってます。でこの右下に義っていう字が出てくるんですけど、当該保留の期待度を示唆してて、緑だとリーチ、赤だとチャンス、金だと超チャンス、歌舞伎っていう字だと大当たりかもよと、あと保留なり何かあるかもよみたいな。あーチャンスです。閉まれば縄文。はい、来ました。あとは頼むっす。突破できれば大当たりです。ここはわしらに任せるざす。旦那様は縄文を行け。カラス大丈夫でしょう。はい、あたり。サラッシュはこんな感じですね。
当たりしたので、まずは V 入賞を狙うと。岐阜ボーナス多いですね。岐阜ボーナスなら赤文字の方がいい。あー、大文字。何ラウンドかわからないですね。演出でランクアップしていく可能性があります。実質3ラウンド、実質6ラウンド、実質9ラウンドのどれかですね。これで成功すれば、これで6ラウンド。はい、で実質9ラウンドでしたね。さて演出で見せてくれます。大当たり中の演出でランクアップ以外にも V ストックの演出などもあるので、大当たり中も気が抜けないんですけど、次見ましょう。一騎打ちラッシュ、金継ぐと刑事2人の男の一騎打ち。まだまだこれからっす。バトル演出がメインですね。金継ぐが勝利で大当たりです。戦う刑事が3種類いるんですけど、刑事と待つ風パターン、刀を持った刑事パターン、あとは素手で来る刑事パターンがあって、素手だと大チャンスです。お、あー、フラッシャーか、チャンス。刀のパターンなんで真ん中ですね。ここで減る場合もあるんですけど、減らず期待度的には真ん中で、先生がどちらかをまず決めます。羽根継ぐ先生すればもうその時点で大当たり。あー、ケージの攻撃かわせば大当たりです、ね、嫌です。あ、チャンスチャンス、これかわ、あー、かわしました、大当たりです。あそこでかわすタイミングでボタンが出るときと出ないときがあって、出るとかなりチャンスです。あー、おー、お願いします。よかった、実質9ラウンドですね。もうさらにエース発生したりとかするとも V ストップかななんて思うんですけど、どうでしょう。あ、来たやった、 V ストップです。突入率 45%なんでちょっとあれと思う人もいるかもしれないですけど、やっぱ最大で前の振り分けが 50% あるので、 50% で9ラウンドなので、まあ、なおかつ 83% 継続ということで、まあ、ちゃんとしっかり還元はされてるのかなと思います。あっという間に温泉かつ V ストックありますから、一応次も見ときましょう。ゴンラッシュ、リコンラッシュ突入。1個目だった、全然見れなかった。一撃入魂、はい、気持ちいい。いや、一瞬一瞬これですよね、早い。やっぱり、あ、しかも七つ柄での大当たりは6ラウンド以上濃厚なので、あ、 V ストックあるよ、 V ストック付きのやつ欲しい。あ、え、ヴィンケージ、あ、ありました、 V ストックやったー。それ4つのうちにいくつ入れたの、2個入ってたってこと。引き続きギコンラッシュでいきたいと思います。ギコンラッシュ継続。池の月も陽気風情、今宵も一個で赤文字だったらチャンスなんですけど、
だいたい左右って止めるんですけど、右左とかだとチャンスアップです。で、ゲコンラッシュは男魂を貯めていきます。男魂を貯めてボタンのレベルを上げていくゲーム性ですね。めちゃ溜まった。リンケージまでいければっていうことですね。あー、バイブしてる。おお。大当たりです。よし、今度こそ 10% 欲しい。ハイパーギフーボーナス右打ち白くも。これ今の特殊というか V 入賞しなくて始まったんですけど、これ199分の1引きました。199分の1引いた場合は9ラウンドですね。一通りラッシュの演出見れたので、今度順番にまたイクサラッシュから行きましょうか。まだまだ先が見えます。イクサラッシュ突入。旦那様お先。イクサ舞台に花が咲く、熱き思いがここに咲く。うわぁ、ラストですよ、次。ラストは保留を貯めさせてくれるので、ここで絶対によく貯めてください。準備完了が出れば OK です。あとは見守るのみ。この中に当たりがなければ終了でございます。怖い。旦那様はお先。シェイクありますね。さすがに発展はしますよ。そりゃ最後ですもん。ここでニヤリが、あ、落ちない。縄文だったんですけどね。白文字青くん攻撃できればお願い。あ、よかった。危ない。チャンスアップ何もなかったですけど当たりました。よかった。83% このところで終わらせるわけにいかないですから。本当に赤パターン、いいラウンドを選ばれてる可能性がありますよ。ハイパーギフボーナス。よし、行きましょう。あ、ありますね、足跡。いない。いない。大丈夫かな、フラッシュ白。ラストです。食べます。ここで準備完了。お願いします。なんで最初の10回で決められないんだ。3、2、1、勝負。あー、チャンスアップ何もないけど、まあいるでしょう。さすがに刀なんて真ん中わからない。あ、強いよ。フラッシュ赤は強いよ。いけるんじゃないですか。もう先制しましょう。先制気持ちよく。いっちゃいっちゃい、もうシャッて。あはん。そろそろ決着と参ろうか。避けましょう。
大丈夫だと思う。よし、最後の4回に持ってかれると怖いですね。赤に、あーならないか。あ、でもここまで順調に9ラウンド引いてきたんでいいんですかっていうぐらい振り分け上手ですけど、ギフボーナス青、振り分け 50% はありがたいですね。最大ラウンドが8000、あっという間です。戦は楽しゅうござるな。離婚ラッシュ突入。もしくは死ぬまで加減すると誓った友でござる。あーならない。ラストは俺を食べろ。お願いします。そうだ、影風殿とは今なお変わらぬ絆が。今宵は語り明かそう影勝様のことを。兼続、お前に何の恨みが。フラッシュナイト、お前は幼き頃まぐれは死ぬ。あーない。じゃあ緑までは行きましたけど、怪しいところ。お願いします。うわー、最後の連打、残念。ここで復活とかあるんですかね。ないですね。終了です。はい、ということで惜しくも1万発届かずでしたけども、時間となりましたのでここで実践の方は終了となります。はい、実践してきましたけども皆様いかがだったでしょうか。まあ、私の感想といたしましては、まずはやっぱ液晶、映像が綺麗でございます。今回は撮影ということで 3D オフでやらせていただいたんですけども、今回から一部オンというのもあります。期待度の高い演出のみ 3D で表示されるというのもありますので、ぜひ皆様はこちら 3D でぜひ体感していただきたいと思います。さあ、そして 199.8分の1 という遊びやすいスペックながらですね、1種2種混合機ということで、やっぱりスピード感、爽快感はたまらんもんとなっております。ぜひこちらを皆さん体感していただければなと思います。で、私残念ながら今日引くことができなかったんですけども、 10% で100回の時短がついてくる大当たりもありますので、ぜひ皆様こちらはホールで体感していただければと思います。そして今年も行います夏の恒例イベント、花系の日2019天下無双のフレ系道中、今年はなんと全国8都市ツアー形式で開催です。私恒例月は9月24日の東京会場です。ツアーファイナルは10月20日の大阪となっておりますので、皆様ぜひご参加ください。戦国パチンコ P 岐阜堂々兼次と刑事は10月上旬に全国ホールに導入予定となっております。皆様ぜひホールで見かけた際は遊戯してみてください。それではさよなら。